ブナジーワ。どうも、IHI の将来の社長です。ブナジーワはルーマニア語でこんにちは。そう、今回は IHI がルーマニアで初めて手掛けた橋を取材したいと思います。 IHI は今日も動いています。だから IH アイング。将来の社長、ブナジーワ。ブナジーワ。武田くん、杉田くん、僕はそっちに行けると思っていたのに、大人の事情でオンライン取材になっちゃったよ。大人の世界はいろいろありますからね。お母さんも学校休むなって言うしさ。そうでしたか。でも将来の社長、これを見て元気出してください。私たちがルーマニアで初めて手掛ける吊り橋、ブラリア橋です。わあ、真っ白じゃん。それ霧？すっごい寒そうだね。はい、めちゃくちゃ寒いです。今、気温は氷点下で風も吹いているのでとても寒いです。そんな寒い中申し訳ないけど、その足どのくらいの大きさなの？全長は約 2km あります。中央景観 1120m はルーマニア国内で最長、 EU 圏内でも3番目の長さです。ルーマニアで最長なの？それは丁寧に作らないとだね。将来の社長、この橋はまだ開通前なので、今日は普段は行けない特別な場所にご案内します。やった、早速行きましょう。せーの。それどこ？雲の上？ここは主塔の上に作られた足場なんですが、今日はあいにくの天気で雲の中です。晴れてればこのような景色です。うわー、すっごい景色だね。映像でも足がすくむよ。はい、今日は残念ですが、私たちが所有している船の上からお伝えします。せーの。ブライラ橋がかかっているこのドナウ川はヨーロッパで2番目に長い川で、10カ国を通っています。ドイツ、オーストリア、スロバキア、ハンガリー、クロアチア、セルビア、ルーマニア、ブルガリア、ウクライナ、あれ、もう1カ国はどこだっけ？モルドバだよ。そうでした、さすが将来の社長。ルーマニア国内にはこのドナウ川を渡る橋が2つしかなく、東側への移動や物流が大変だったんです。これまでは船で渡っていたの？そうなんです。迂回路もありますが、一番近い橋まで 100km あります。 100km？ 例えるなら東京から静岡まで移動して、橋を渡ってまた同じ距離を戻ってくるってことでしょ。つまり往復 200km。 そんなこと毎日はできないね。そうなんです。この橋ができれば格段に移動が楽になり、物流も盛んになるので周辺地域の発展につながります。それに災害時のライフライン確保にも役立ちます。このブライラ橋は人の行き来だけじゃなく、ルーマニアの経済発展にも貢献するわけだね。きっとそうなります。日本で培った橋を作る技術と英知が海を渡って世界の人たちの暮らしに役立っている。将来の社長として誇らしいよ。私たちは国内で130年以上、海外では50年以上橋を手掛けてきた実績があります。そういう実績もあって、今回ここに橋を架けることでルーマニアの発展のお手伝いをしているんです。お手伝いか、その謙虚な姿勢はベリーグッドだよ。ですが将来の社長、その世界に誇る技術もその伝承が今課題になっているんです。え、若い人が辞めちゃうから？そうではないんです。詳しくは次回に。え、じゃあ何？何？ IHI は技術と英知で今日も世界に橋を架けています。